皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直系のネコリンです。今回のレスレディは最新情報をみんなでチェックしようということで、11章新キャラクターアップデート等々をね、みんなで語ろうじゃないかということで、最新情報をチェックしていこうと思います。また公式 X 様の方で新キャラクタープロッケとスールのプラスの情報も出てましたので、そちらの映像も見ながら性能を語っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速お知らせ見てみましょう。今回の BGM は決戦スールが来たということで、リディ&スールから雑踏を抜けて、これ初見で聞いた時20分ぐらい聞き惚れてしまった曲です。昼の街だったかな、確か。ぜひ皆さん聞きながらお願いします。まずはこちら、決戦レジェンドフェス最後の日開催ということで、決戦フロッケと決戦スールが登場しました。いや、めちゃくちゃ嬉しいね。ついにフロッケちゃん登場、スールも来たよっていう感じなんですが、フロッケは打属性、スールは突属性という風に書いてあります。これで決戦シリーズはリディ、バレリア、フロッケ、ハイディも合わせて4人が打属性で出てますね。打属性多すぎるな。各性能を最初に見てみたいと思います。おちさんフロッケ、エンジェルオブローズ、打属性のサポーターということで、今までの打属性サポーターといえばナディとアンペルだったと思います。純粋なヒーラーっていうのは打属性の中だとめちゃくちゃ珍しい、ほぼ初めてじゃないかっていうぐらい。アンペルは物理火力をサポートするタイプでしたからね。でナディさんといえばヒーラーはヒーラーだったんですけれども、どっちかっていうとナディさんは瞬間的な回復っていうよりもターン開始時にヒール能力プラスっていう感じだったので、またちょっと性能が違うので、単純なヒーラーっていうのは打属性初だと思います。そしてなおかつクリティカルダメージも高められるサポーターということで、回復しつつクリティカルダメージも高めちゃうのかいっていうことで、どっちかっていうとリディタイプなのかなとこの時点では思います。通常リディね。詳しくは後ほど映像を見ながら説明を見ましょう。続いて星さんスール、レンジャーオブローズ、突属性のアタッカーと書いてあります。突属性アタッカーか、またアタッカーかいっていう感じなんですが、突属性アタッカーって確かに足りないなって話してたんですよ。この間ユナ出たばかりじゃない。まあでも結構前になるのかな。味方がアイテムを使うと自身の攻撃と敵を1ターン遅らせられるほか、スキル2で自身に回避を付与することができるアタッカーと書いてあります。おそらくこのアイテムを使うとっていうのはアビリティ1の効果なのかなと思うんですが、通常フィリスのような効果プラスユーディみたいな回避付与ができるという、ああ、じゃあまあ回避を兼ね備えたアタッカーなのかなとこの文章から思うんですが、実際に公式 X 様で出た映像を見ますと、いやいやいや、さらに火力も出せるよっていうアタッカーだということが判明しましたので、そちらも後で見てみましょう。そしてピックアップメモリアが、自身がサポーターの時、味方全員のクリティカルダメージプラス 4%。これマジで強いと思うよ。これ貫突できたらめちゃくちゃ強いと思う。とりあえず1枚確保しといて、あとは地道に地道にウィークリーのかけらを手に入れて、メモリア強くしていくっていうのがいいんじゃないかな。サポーターでクリダメは強すぎるって。しかも味方全員だし。これはマジで強いメモリアになる可能性を秘めていると思います。突できればの話。突できないと 4% かってなっちゃうので、そこはやっぱ突したら強いなっていうふうには思うよ。続けて文章だけじゃやっぱり分かりづらいと思うので映像を見ながら解説していきます。さあ、それでは見ていきましょう。半周年レジェンドフェスということで、こちらに出てくるのは決戦スール、アタッカー突ですね。いや、どんな性能なんでしょうか。ファーストスキルは HP が多いほど攻撃のダメージアップ。ほう。なるほどね。満タン時ダメージ 100% アップか。通常スールの時も HP が高い時に輝くアタッカーっていう感じで、自身の HP に応じてダメージっていうところだったと思うんですよ。いや、この渾身ね。結構全体攻撃が多いレスレリアーナのアトレにおいて、HP マックスを保ちづらいんだよね。いやー、これ HP さえ保てれば火力が出るっていうスールのコンセプトは変わらない感じですね。でもそこはスールっぽくて好きです。攻撃前は、ほう、
自身のスキルダメージ 50% ずつ最大 100% アップか。あーなるほどね、これ2回攻撃したら最大 100% になるっていうことでいいのかな。これは HP 問わずっていうことだよね。じゃあまあ基本的に 100% アップが入って HP が高かったらというかマックスだったら最大もう 100% 上がるってことか。マックス維持できたら超強そうだな。カナスールの攻撃で相手にダメージ食らう前にぶっ潰すっていうのが良さそうだね。攻撃後自身に回避付与。おお回避付与か。あー待って待って、敵からの攻撃 100% 回避はでかくない？相手がもし単体だったらだよ、ボスとかみたいに単体できた場合だったらツールダメージ負わないじゃん。ってことは場合によっては HP 満タンを維持しやすいから大火力が見込めるということか。なるほどね、 HP マックス状態からリディバースト後のスールって考えたらかなり火力は出そうだね。で味方が戦闘アイテム使用すると自身の攻撃で対象1ターン遅らせる。マジかよ、フィリスみたいな遅延攻撃持ってついにスール登場か。いや遅延はね本当に役立つからさ、これは嬉しいですね。面白そう。うまい具合に UD と同じように回避を付与してダメージを負わず戦っていくってスタイル、楽しみです。そこそこ強そうな気がします。ユナとかよりも HP 維持しやすければ火力も出そうだよね、同じ凸なら。凸アタッカーの中で一番いい可能性はあるなと今のところ思います。フロッケ見ていきましょう。皆さん待ってますよね、フロッケ通常衣装も欲しいんだよ。打属性サポーターって書いてあったね。スキル2で味方全員の HP を回復すると、対象の HP が 70% 未満の時 HP 回復量 100% アップ。これ強すぎない？これやばくない？過去最強のヒール能力って感じにならないか。まあ元々のスキルのヒールがどの程度かっていうのがあるんですけど、 70% 未満だと100% アップってことはめちゃくちゃ回復するってことだよね。ついにメルル以上の回復力を持つ可能性が出てきたね。基本的に全体攻撃受けた後って EX とか行くと 70% 未満になるので、このフロッケの回復量はめちゃくちゃ助かる気がします。そして受けた味方の HP 回復、味方全員のクリティカルダメージが最大 50% アップ。味方全員のクリティカルダメージ最大 50% アップ、ヒールしといて最大 50% アップってどういうこと？え、やばない？もうこの時点でクリティカルダメージをめちゃくちゃ高く出せるイザナとかとも相性抜群じゃん。うわーマジで？まあリディとフロッケどっち使うかっていう話にはなりそうだけど、スキル2だけ考えたらリディより強そうじゃない？ HP 回復量も多分リディ以上だし、いやこれは強いな。あとはバーストがどうなるかだけど、バースト見ていきましょうか。バーストスキルは敵全体の受けるクリティカルダメージが最大 60%。 受けるクリティカルダメージ最大 60% アップ。あなるほど、バーストは相手の受けるクリティカル被ダメージを増やす。スキルには自身パーティーのクリティカルダメージを増やすってことか。多分スキル2のクリティカルダメージって1ターンとかな気がするんだけど、でも最大って書いてあるから2回使えば永続ってこと？もしこれ永続だったらマジでやばいと思う。2回攻撃分付与とかで2回重なると 50%、60% って意味合いだったらまあわかるんですけど、永続だったらマジでやばいんで、これ実装超楽しみです。どっちにの性能かでめちゃくちゃ強さ変わると思う。てかフロッケ普通に強えな。やばいなこれ。そしてめちゃくちゃ可愛いと。この攻撃のクリティカル確率 100% アップ。わお！あー、なるほど。100% アップか。まあ、要するに、レスナとかと同じだよね。雷レスナとか、クリスマスレスナみたいに、バースト攻撃が全部 100% ということだね。まあ、これが、バースト攻撃後にクリティカル火ダメってくるか、バースト攻撃前にクリティカル火ダメアップってくるかで自身の火力が変わるところになるんで、おそらく攻撃後のデバフ効果だと思うんですけど、それだとしても 100% クリティカルは結構強いっすね。自身の火力アップにスキル2でつながるのでパーティー貢献もできるし自身の火力もできると。またこれリディとタイプが違って面白いですね。ツールよりもフロッケの方がやばい強いと思う。
今のところはそう思います。え、ブーメランですと。そして笑顔と、スキル2とバーストスキルで味方のクリティカル攻撃を強化しようも書いてありましたね。いやー、フロッケスール、こちらもフロッケスール、どちらも楽しみです。まあ私は絶対ガチャ引きます。いやー、これ強かったね。決戦フロッケの回復力があれば、スールを全開まで持っていって、なおかつスールが次のターン攻撃できるかもしれないということがあるので、やはり決戦シリーズはめちゃくちゃ相互作用高いですね。決戦バレリアとの相性めちゃくちゃやばいでしょ。そしてメインストーリー11章追加っていうことでね、決戦シリーズみんながもう揃ってるよっていう状態なんですが、その後どういう展開なのか気になるよね。そして新しく出る装備が花プニ型チャーム装飾品、得意属性、打属性かつサポーターの敵、味方全員のクリティカルダメージプラス 7%。 まあこれは絶対フロッケ用ですね。まあ、フロッケでもいいし、アンベルでもいいと思います。これ両方強いね。クリティカルダメージ 7% だから、メモリアと合わせたら味方の全体のクリダメかなり上がるんで、両方合わせて火力をサポートするっていうのはありですね。戦闘アイテム、チェルペルホル、いやこれめっちゃ噛みそう。味方全員にクリティカル攻撃時、クリティカルダメージプラス 30%、 ブレイクダメージプラス 30%、 1回付与。あーなるほどね、1回付与か。あー、まあブレイクダメージも使えるから、時と場合によっては使えそうな気がするな。クリダメプラス 30% って結構でかいですからね。うん、まあブレイク力が足りない時、またはクリダメ上げたい時に使うって感じか。でも1回だからな、ちょっと使ってみないとわからないですね。2回とかだったら強いなと思うんだけど、単発だからな。そしてイベントアイテム対戦、第3弾来るよっていうことで、これね、第1弾第2弾面白かったしさ、やっぱ交換アイテムうまかったので、これも皆さんぜひクリアしましょう。そして協力型イベントも一緒に来ますよということで、これも皆さん上位1000名のスコア合計値に応じてコールマナ製造時期もらえるんで頑張りましょうね。お手軽調合機能、これいいじゃん。レシピと調合回数選択するんで快適に調合、これめちゃくちゃいいじゃん、ありがとう。スコアバトルの高速討伐設定画面の改善、あーなるほどね。素材の詳細画面のランクが見えるのはこれもでかいですね。そしてショートカットにチョップエンブレムガチャアトリエ、あ、ありがたい。ちょっとめんどくさかったからね、一気にショートカットできるの嬉しい、ね、そして皆さんこれ待ちに待ったリーダースキル機能ね、これね、もうお知らせの中に今まであったんですけど、リーダースキルのありなしでめちゃくちゃ輝くキャラクターもいるので、いろんなリーダースキル試してみましょう。これとこの次、同盟キャラの同時変性機能、これがめちゃくちゃでかいんだよ。ダブルリディ採用できるってのがマジででかいと思うんで、決戦リディと通常リディ、ダブルリディ編成ぜひ試してみたいと思います。絶対強いと思う。同盟キャラってね、やっぱり編成できる楽しさめちゃくちゃあるんで、これが一番嬉しいかも。リーダースキルも嬉しいけど、で復刻イベント中にマジか、常設として追加予定。皆さんこれ専用アイテム必要になるけど、ついに最近始めたけどイベント装備作れなかったって人が作れるようになるタイミング来たんじゃない？これ熱すぎるって。うわー、ありがとうございます。てか、レスレリさ、マジでどんどん良くなってくね。マジで運営さん改善すげえと思うわ。いや、楽しく復刻イベントさせていただきます。俺もね、欲しい武器、もう素材なくなって作れなかったんで、これは嬉しいです。最終時の演出の改善。あ、これちょっと見てみたいな。誰が変わったのか見てみたい。もしかしてあれかな、虫嫌いが復活してたりする？ちょっと楽しみだね。マナの自然回復。これめちゃくちゃでかいよね。マナの自然回復がさ、上限10個と回復速度1時間、これめちゃくちゃやばくない？調合しまくりなんだが、これも嬉しいわ。いやー、キャラクター同時編成、リーダースキル、マナの回復速度、この3つがマジで神アプリだと思います。そして今回はフロッケ役北尾野さん、フロッケを獲得するのを見ようということで、今回は最新情報をチェックしてみました。いかがでしたでしょうか。激アツ情報盛りだくさんでしたね。レスレリどんどん回収されて、どんどん改善されて、遊びやすく、ユーザーの皆さんもやったって思ってると思います。フロッケスール実装したらぜひゲットしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。楽しみです。またね、バイバイ。